オートフォーカス付きのウェブカメです。ウェブカメラって何なんですか？ウェブカメラわかりません？まあ、パソコンにつなげるカメラですね。ええやつ買いました。だからすごい高画質やし、しかも滑らかなのよ。滑らか。ええやつ。綺麗？ねえ。あたし綺麗？アモアスで最近、トシドさんのことを知って配信を初めて拝見します。ありがとうございます。そうなんですよ。新しく僕のことを知ってくれた方が、このゲーミングチェアをね、組み立てる動画を見に行ってくれるんですよ。で、あ、トシドさんってこんな人なんやってなるんですけど、あの時僕はもうパーマ失敗してるんで ちょっと恥ずかしいんです。あれが歳三さんかってなるのちょっとはずいから。ちょっとこの今ちょっとこう多少マシになってる今のこれで、上書きしときたいなと思って。テンパじゃないんよ。そこもね、テンパじゃないよっていうのを言うときたい。お顔初めて拝見したんですが、イケメンですね。そうでしょ？これ発明したんですよ。長い時間をかけて。髪の毛で顔の上半分隠すでしょ？で、マスクで顔の下半分隠すでしょ？で、メガネで真ん中隠すでしょ。そしたらイケメンに見えるんですよ。でしょ？これはね、ほんま大発明よ。一生取られへん。全身見せてください。え、下フルチンかもしれへんからね。隣に人が寝てるので大きな音では聞けませんが、スパチャは送らせてください。起きてー！誰が寝てんの？それ、横で。どういう関係？ 明後日誕生日です。お祝いしてください。明後日にまた来てください。その時にお祝いするかどうか考えます。今日のトシちゃんも素敵です。ありがとうございます。誰がトシちゃんやね。今まで存じてなかったのですが、たくさんの方とのコラボで最近、としとさんを知りました。アイコンから勝手に年配の方かな、とふと思ってしまっていたのですが、全然そんなことなくて汗汗してます。まあ、そこそこ年配の人です。僕、見た目が若いだけなんですよ。見た目が若いだけで結構おじさんです。まあ、でも年齢は、非公表にしてるんで、あんまりこう、できたら予想とかもせんといて。関係ないもんね、年齢なんてね。いやー、みんなやっぱアイコンのイメージが強いんですね。まあでも、まあ思うツボよ、それは。アイコンのイメージからのこの格差で、あ、え、あら、思ってたより、ええやんかいさ、って、なったでしょ？ 思うツボよ。自分で言っちゃダメですか？いや、でも、事実でしょ？ でしょ？いや、だから俺は昔から、すっごいこう可愛い、こう美化されたアニメイラストのアイコンみたいなのにだけは絶対せんとこうと思ってたんですよ。絶対せんとこうと。それはちょっと性格的に恥ずかしいのもあるしさ。いざこうな、出てきたときに、おい、全然違うやないか。って思われたら嫌やからさ。ベストアイコンですよね、あれはね。その点。あのアイコンは僕の好きでよく使ってる顔文字を、まあ、擬人化っぽくこう書いてくれた人がいて、それですね。アマンガスから登録させていただきました。素敵な声で寝落ちするときに聞いております。良き睡眠導入剤声です。ありがとうございます。なんぼでも使ってください。一回カメラ目線もらってもいいですか？はい。主 演です。グッドボイスナイスガイ。おお。あはん、センキュー。うんふんふん。あはん、あはん。
よし。トシちゃん、サンキュー、サンキュー。おー、いえ、あはん、パドゥン聞こえてへんのかい。昔から見てるファンに実写でヘビーマシンガンお願いします。ヘビーマシンガンってやつね。メタルスラッグのね。メタルスラッグをやりたい。やりたいな。後ろのプレステのも可愛いですし、着てるスウェットも可愛いですね。どこのだろう、どこに売ってるんだろう。わかりません、ね。プレステのは自由のやつですけど、これはね、これは配信の概要欄にも書いてあるすずりっていうサイトで売ってるやつなんで、もういる多種多様なカラーリングとデザイン、サイズがございますので、ぜひ一度ねチェックしていただいて、はい。でも正直特にこのビッグシルエットシリーズとかがめっちゃ高いんで、めっちゃ高いんで無理せんといてくださいね。たまにセールがあるんで、まあ、その時にもしよければぐらいで全然大丈夫ですから。これね、ビッグシルエットでしょ。ビッグシルエットでしょ。燃えそうでいうやつやろ、これで。本で、ヘイトシちゃん、ビバビバ、どうもお金持ちです。いや、言うべきか分からへんけど、200円スパチャでお金持ち名乗るなみたいなツッコミ待ちなんかもしれんけど、200円でも嬉しいから、もうありがとうやわ。いいお肉食べてください。偽母って書いて義母なんかな、義母より。偽物でもスパチャくれるんやったらいいや。お母さんありがとう。今度 DVD でゲーム画面なしで操作してる手を配信してください。いよいよやん、もう。狙ってる層がいよいよやん。で、DVD じゃなくてええし。そこまで手なんや。傷つくわ、逆に。喋りとか、ゲームも楽しんでよ。カメラ目線でにっこりください。どんな顔してるか自分で分からへんねんな。これココリコの遠藤さんが森進一のモノマネしてる時の顔してんだけど。今回アーカイブ残りますか。この後チンチンとか出ない限りは大丈夫かなと思います。はい。でもチンチンって言うてもうたから、もうチャットがさ、非表示のコメントばっかりなってもうた。いや、もうチンチンはどっから出てくるか分からへんからね。無言。あ、カスパ、ありがとうございます。バレンタインチョコをもらうご予定は？笑い。なんやねん、その笑いってやつは。何笑ってんねん。スーパーでキットカット買いますよ。キットカットうまいよね。ご包装の一個一個にこう70何キロカロリーとか書いてあるのがちょっといかついよね。なんか、あんなもん、そのタバコのパッケージにさ、一個一個にもあなたの健康を害する恐れがありますって書いてんのと一緒よな。いかちいよね。初スパです。新参者ですが、実況、声、手、声、全部好きです。声2回入ってるし、実況っていうのも声やし、声3つ入ってるわ。時間も時間なのでこれで失礼します。ぜひアーカイブ残っててほしいですが、どうしても出したくなったら我慢せずチン出ししちゃってください。おやすみなさい。どうしても出したくなって出すん？絶対にやったらあかんって分かってることをどうしてもしたくなるみたいな。ボロンってこと？ボロンやったらまだええけどさ、もうバキンやったらどうするよ。いつからってなるよね。
どのタイミングでってなるよね。どのタイミングからなってたんってなるよね。あ、京奈緒さんいてはるって。京奈緒さんどこ？無言赤スパからバキンさん京奈緒さん無言なとこがやっぱもう興奮しますからね。もうバキンですよね振り返らなくて、いや、やっぱね、見ちゃいますよ。ありがとうございます。お疲れ様です。いつか歳戸さんに会えるかな。会われへんくても幸せやけど。どういうことやろ。いや、イベントなんかあったらいいですね。イベントはアラフォーのおっさんでも行って大丈夫。全然大丈夫ですよ。むしろそのアラフォーの おっさんをハグしましたよ、僕は。すごいいろんな方がおられますよ。本当にその大人のご夫婦の方とか、ハグはおっさん限定ですか。ハグはおっさんと小さい子限定なんですよ。女性はちょっとね、やっぱちょっとバキンってなるじゃないですか。バキンってなったらやばいじゃないですか。イベント中にさ、イベント中にそんな可愛い女の子からハグしてくださいって言われて、いいですよって言われてバキンってなったらちょっとやばないですか。あ、なんか当たってますみたいな。バカだね。この配信バカだね。ね。っていうことになったらちょっとまずいでしょ。だからちょっと難しいです。難しいです。ごめんなさい。それはもう、この世に法というものがなければもうそれはもうガーですけど。やっぱね、法とかあるんでね。おっさんバキンはないですか。どうでしょうね。めちゃくちゃちょうどいい おっさんやったらワンチャンあるかもしれんの。俺もまだ知らん扉が開くかもしれん。かぼちゃさん、お待たせいたしました大統領。ちょうどいいおじさんが来ましたよ。かぼちゃさん、品川さんとかその芸人さんのとこにいつも来てはるね。来てくれましたね。呼んでもないのに。ありがとうございます。かぼちゃさん、コメントやツイートに出てくるテロリストたちは必ずや倒していきます。これからも面白い配信楽しみにしております。それやっぱ24のノリなんですか。かぼちゃさん、あのね、僕品川さんと違って24一個も見てないです。でもありがとうございます。皆さん無理のないようにお過ごしください。僕はちょっと小腹が空いたんで飯なんか食いつつ、各種 SNS でエゴサをします。はい、ではでは。ありがとうございました。おやすみなさい。さよなら。